今回はエビとポテトのグラタンの作り方を紹介します。ホワイトソースの簡単で失敗しない方法を教えています。バターの代わりに他の油を使うことで中華の要素も入っています。それでは作っていきましょう。材料を用意します。じゃがいもは 0.5 センチの厚さに切ります。切ったら水につけておきます。小麦粉を炒めます。軽くは中火から弱火にして小麦粉を炒めていきます。ホイッパーを使い混ぜながら焦がさないようにして炒めます。小麦粉を炒めることで粉臭さをなくし、牛乳と合わせた時にダマになるのを防ぎます。粉がサラサラになり少し色が変わったら取り出します。牛乳を湯煎にかけて温めます。味付けをします。砂糖 3g、 塩 5g、 胡椒を適量入れます。先ほど炒めた小麦粉に鶏油 40g を入れ、よく混ぜます。油は普通にバターを入れてもいいでしょう。湯煎にかけて温めながら混ぜていきます。この後、油が一体になったら温めていた牛乳を入れます。牛乳は何度かに分け混ぜながら少しずつ入れます。直接火にかけて作るより湯煎にかけることで失敗することはありません。表面が固まってきてこのくらいのとろみが出たら完成です。じゃがいもを揚げていきます。エビに下味をつけます。塩、胡椒、味の素、酒を少量ずつ入れよく揉み込みます。卵を入れ含ませるように揉み込みます。片栗粉を適量入れまぶします。最後に油でコーティングします。じゃがいもが揚がってきたら玉ねぎを油に入れます。じゃがいもと玉ねぎを引き上げます。
エビも揚げていきます。油で揚げるのが大変な場合は炒めるだけでもいいでしょう。エビが浮いてきたら油から引き上げます。これで材料の揚げが終わりました。揚げたじゃがいもと玉ねぎをボウルに入れ、ホワイトソースと絡めます。器の底にホワイトソースを入れ、ボウルで和えた材料を入れます。グラタン皿がなかったので土鍋を使いました。彩りに枝豆を入れます。次にエビをバランスよく入れていきます。上から全体にチーズをかけます。オーブンに入れ焼きます。しっかりとした焼き色がついたらオーブンから出します。最後にパセリを振りかけて完成です。今回はエビとポテトのグラタンの作り方を紹介しました。ホワイトソースを湯煎にかけて作ることで簡単にできます。鶏油を使うことでバターよりもさっぱりした味わいになりました。濃厚な味わいがお好みでしたらバターが良いでしょう。このチャンネルではこれから中華料理を始める方や、趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や、料理ができる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。